4月18日何の日ですか、ジョン・フレミングの期日亡くなった日です、ね、あれかフレミング左手、あとはあのアルベルト・アインシュタインさん亡くなった日、あのペロちゃん、あのペコちゃんのね本当になった日まだそんな2人が死んでる亡くなってはいるんですけど、まあ、そんな日が発明の人も言われてるけど、はいはい、なんかその2人をね今日はまあリスペクトしていこうと思います。以上 VTR 内容が分からないペコちゃん、はい、今日はね、フレミングとアインシュタインの記述ということで、まあ、2人に書こうと思ったんですけど、はい、どっちも素晴らしい発明家ですからね、うん、どっちを書こうかなと、どっちも書こうかなと思ったんですけど、どっちかしか読めないですかね、どっちか、まあフレミングなんじゃないですよね、うん、正直そのアインシュタインの方の顔が全く思い出せないというか、そうだね、なんかベロしか思い出せないですね、うん、ベロの形はすごい覚えてる、ベロだけね、ベロはね、うん、こうでしたね、アインシュタインのベロは。そうかな、ここしか覚えてないんで、ちょっとフレミングを今日対戦しようと、フレミングはやっぱ左手が握力が82っていうことで頑張っていただきたい。ではフレミングということで1分後お会いしましょう。はい、ということで1分後ということで、ね、あ、今日も手伝いの人が帰ってくれて、はい、まあ、フレミングね、やっぱ有名ですから、はい、でもこの顎が磁石に持ってかれてるっていうところをフレミングと磁石関係あったかなってなりますけど、でそのフレミングの左手がこうですね、どういうつっちゃう、むしろでも本当のこういう、あ、こういう顔だったのがちょっと磁石に、あ、そうなんだ、こうなん引き寄せられてる、いやでもね、でも結構よく描けてる、フレミングこういう顔だから描きやすいよね、コートチ好きだわ、コートチ好きです、いや、そうか、じゃあもう描いてほしい、はい、頑張ってほしいです、それでじゃあ、松田さんから、いや、私はね、ちょっとね、はい、フレミング、まあ、なんだ、一応確認したいんですけど、これってあの、うん、なんだっけ、電流の向きと磁力の向き、あ、だからか、磁力の向き、なんだっけ、その、何の向きだっけ、動く力、力か、うん、力の向きの3つ、電磁力、はい、そうだね、磁力って思いましたね、まあ、そういうのよりも大事な力があるんじゃないかな、いや、関係ない、フレミングどこだよ見てください、フレミングしてる、あ、フレミングしてる2人とこれ何の魚が描いちゃうの、なんで魚が描いちゃうの、違う、なんで魚、これフレミング親子ですか、フレミングってこんな顔でしたっけ、うん、あ、そうなの、知れちゃう、知らなかった、半魚人、半魚人か、フレミング、そんなのちょっと俺間違ってたもん、ナイキが好きで、あのシャツと靴下だけ、はいはいはい、履いてない、あ、そうなの、まあ子供のフレミングジュニア、フレミングジュニアね、まあ全裸です、いや、せめて半裸人にしといてよ、靴だけ、あ、靴だけ、この親子の絆っていうのが一番強い力なんじゃないかなって、いや、もうちょっとね、ショックなん、フレミングはやっぱ知ってる身としては知ってたじゃん、いや知ってないよね、やっぱフレミングってこれでしょ、これでしょ、フラミンゴ、それやりたかった、これやりたかった、これやりたかった、これやりたかった、フラミンゴ、これはやりたかっただけです、なるほど、続いてこちらするこちらですね、やっぱね、あのこの手伝いの人も分かったと思うんですけど、そうです、この顎がやっぱちょっと影響を与えられてるっていうところでね、輪郭ほぼ一緒ですからね、輪郭が多いですね、実際答え出てたんですけど、フレミングはやっぱこういう顎の形してますよね、こちらが正解だったんですね、そういうことなんですね、じゃあこれとあのフラミンゴどちらがいいか全部親子とこちらとこの手伝いこちらですね、どれがいいか今日からですね、今日いただいてみんなもね、フレミング書いたら送ってほしいですね、こちらじゃあ